いな今日も。はい、というわけで今日もやってきました。今日は岡山県の北部の鏡野町っていうところに来ました。鏡野町の奥津エリアで、この目の前に奥津湖があります。で、その昔、まあ近い昔ですね、2000年手前までね、この下には村がありました。まあ、反対運動とかいろいろあった中で、2004年ぐらいかな、まあ、このダムができてと、水没してしまったという場所です。で、今ではね、このダムの、周りはね、ウォーク&ランっていうエリアになってます。鏡野町健康ウォーク&ラン、奥津湖南コース10キロっていう、まあ、そういうエリアです。で、まだね、一部痕跡が残ってます。残ってるっていうのは、その村があったという、こちらの神社が村があった時の神社ということですよ。ちょっと行ってみましょう。な建物です。まあ、その当時ね、そのダム開発に大反対で、結構ね、問題になったらしいですね。ものすごい反対があったそうです。そのやっぱ村のね、農作業してる、畑とかもね、浸水しちゃって、まあ、水没してしまうということで、もうそれが多分 YouTube で昔の映像として多分残ってたようなね、そんな気がします。立派な建物ですけども、もう今は管理されてないようですけど、その昔の名残としてこうして残っているようです。で、この駐車場はですね、おそらくこの目の前にある商業施設、もうやってないんですけども、廃商業施設、ご飯屋さんかな、を利用してのウォーキング用の駐車場になってます。で、まだこのトイレ存在してます。はい。で、この建物、石壁亭かな、こんな感じです。ちょっとね、立ち入り、禁止なので入らないですけども、今はね、やってない建物になっています。今はね、この駐車場だけです。トイレありません。駐車場の脇のトイレをご利用くださいということです。はい。で、ちょっとね、歩いていきましょう。ちょうどね、この目の前に奥津湖があるんですけども、この下がね、もう村があったんですよ。で、目の前にね、浮島があるんですよね。出島みたいな感じの浮島というか、この先にあるんですけども、そこにも最後の家が残ってたりとか、まあ今ないんですけど、最後までその上には人が
住んでたということで、今はね完全になんか公園のような感じになってますけども、2001年ぐらいまでは家があってということです。ちょっとこの橋を渡って向こう側の方に、陸地に行ってみましょう。伐採作業中です。ちょっと渡りましょう。吉井川ね、で浮島橋、こう通るとねそんなに恐怖感はないんですけども、どうでしょう。一応ね、あの概要欄に昔の情報が書いた外部リンクを貼っておきますので見てみてください。一番下の方に2001年ぐらいの写真が載ってあります。こんな感じです。もう今作りかけみたいな。ここには城があったみたいですね、お城が。あ、なるほどね、これですね。こういう感じで、だから今この山の上とか浮島にいるんですけど、もうこのね下に普通に家があったということです。ちょっと想像しながら、歩いて見ていただけたらなと思います。だからこの目の前に普通に民家があったということですね、この下に。よし、こんな感じか。じゃあ、まあちょっとちょっと分かりにくいかもしれないですけども、あの先にもね道がありますね。アスファルト引いた、多分あそこから、下に降りてたんでしょう。記念碑奥津湖の大きな岩があります。感謝状、水没移転者および地権者殿、なるほどね。まあその大反対があった中で、もう、まあ、反強制的な感じだと思いますけど、感謝状ね。まあ、なんか、重いですよね。なんか、昔の動画を見る限りね、もうすごい大反対だったような、本当にもう、たんですけどね、なんか、感謝状っていうのは、まあ、無理やりもう、作ったような感じでもあるのかな。はい、いうわけで、この下に村があったということです。どうでしょう。ちょっと今日は分かりにくいような、内容ですけども、まあでもほとんどのねダムがそんな感じなのかなと。ダムの下、そこには、村が残るということでね、まあ、その村の人からしたらね、故郷がなくなってしまうっていうのもやっぱ辛いものなのかなと思いますね。はい、というわけでありがとうございました。
チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。